清掃した、ブヌン族の男女。1900年、鳥居竜像を撮影。ブヌン族、または、ブンヌム族は、台湾原住民の一つ。南投県新里橋、愛海橋、河連県宅景橋、社坂江との山岳部を中心に、その他高雄市東原区、め目つ区、台東県、海端と遠平となどにも分布している。人口は、約5万人。 独自のブヌン語を有し、ブヌンとはブヌン語で人を意味する言葉である。社会組織は、長老制度による、父兄氏族大家族社会で、長老社会に各家族の長老たちが集まり村の政策決定を行う。民族意識が強く、民族の固有言語を保っている数少ない、台湾原住民族である。小米の豊作を祈る歌など八部和音商法の歌を持つことで知られる。 ブヌン族は主に中央山脈の両側に住み、典型的な鉱山民族と言える。18世紀頃、南投げあたりのブヌン族が大規模な移民を始め、結果、南投げ、高尾、カレン、台東県まで居住範囲を広げた。ブヌン族には5つの軍がある。ブヌン族は独自の文字を持っていたという伝説がある。それによると、台湾で大洪水が起こった時、 村人が祖先が残した宝物などを持たずに避難し、その中にあった武能文字について書かれた書物を流され、流出したと言われている。ありがとうございます。